これリハ入るとやる気になるよね、家帰ってもずっと一人でさ、うん、もっとやってんじゃん、いつも、はい、刺激になるんだね、こういう人がいると。ああ、そうね、うん、こういうアホがいるとな。そうそうってバルブスオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。バルブスギターのジャンです。ボーカルギターのカジです。食い気味。早いね。サロンと。今まで。ロックすげえ来てるやん。巻き巻き。はい、はい、本日ね、うん、引き続き、定番肉種を引き倒そうということで、前回こちら、ね、ブルースドライバーがっつりやりましたが、今回はこちら。ボス DS1。懐かしい。定番中の定番と言っても過言ではない。でそれをね、前回同様、第2弾と。はい。いろんなセッティングでちょっと。おいおいと。お前ディストーション使えんのかそういうことですよね。使えます。さすがですね。マジで。はい。はい、まあ、ちょっといろんなシチュエーションを想定しつつで、うん、まあ、クリーンなアンプで、エフェクターでベーシックを作るパターンだったり、うん、まあ、それのね、さらに原因が深かったり。ね、こっちディストーションなんでね、さらに歪むんで、うん、はい、よりそのメタルな音楽というかね、そういうのにも全然対応できるので、なるほど、まあ、そういう使い方で、うん、あとはね、意外とこれ知られてないんですけど、 DS1 はあのね、これね、ディストーションだけどブースターとしても全然使えます。歪みすぎちゃうんじゃないの。どうじゃないですか。まあ聞いてみてください、ね、はい、まずはマーシャルアンプね、これはクリーンで、エフェクターの方で、あの、バンドで使う際のベーシックな歪み。もうずっと踏んでていい。そう、踏みっぱなし。こいつで音を作るっていうようなイメージで作ってみました。うん、つまみとしては、まず、これ配置が結構ね、特殊なんですけど、左端がトーン。これがね、ほぼゼロっすね。8時ぐらい。あ、それトーンなんだ。そう、そうなの。ここレベルだと思うじゃん。レベルここなんです。なんか配置がね、独特なんで。で、レベル、これが3時。ちょっとね、出力レベルがそんなに大きくない。DS1 は。12時だとあのね、明らかに元々よりちっちゃくなっちゃうんで、ちょっと上げ目です。で、原因はさほど上げてなくて10時ぐらい。10時ぐらい。まあでもこれでも結構しっかりね、うん、歪みは出てくれる。ちょっと控えめなね。控えめですけど、つまみとしては、ね、うん、そう、はい。こんな感じです。アンプはまあ、まだフラットな感じです。うん。クリーンな感じで、はい。で、ちょっとさっきのブルースドライバーよりも、気持ちあのね、シャリッとした成分が多いんで、うん、そこを補うような感じで上を削って下を足してます。ちょっとローを足した感じのアンプの設定にはしてるということですね。はい、です、はい。じゃあ、引き倒しちゃって。はい。いっちゃって。最新の音がするんだけど、ジャンさん弾くと。いや、セッティングが上手なんですよ。すごい。ムカついてる。はい。どうすか、うん、どうすか、すごい。結構このクランチいいんですよ。あんまり歪ませすぎない。ギターも上手だけど、セッティングも上手ね。これぐらいの感じはね、この子に意外と歪ませなくても使える。やっぱシャリシャリ成分多いんだよ、やっぱ、ね、ちょっとね、カシャーっていうね。まあ、これで上きついなってなったら、逆にアンプでちょっと原因を上げて、粒出るようにしてあげて、とか。うん。うんね、そういう調整の仕方もできます。次はこいつでがっつり歪まして楽しみだぜ、行ってみたいと思います。楽しみだぜ、やっちゃってWe'll be right back.
れはすごかったね。でもね、全然音は破綻しない。うん、もう止めた時のピーピーっていう。あ、それはね、アンプと近いっていうのと、シングルコイルなんでね、うん、どうしてもハウっちゃう。前回ね、ブルースドライバーの時は歪ましてもその感じあんまちょっとなかった。やっぱこっちの方が原因が高い。ね。そういう感じが出てたね。うん、はい。やっぱね、そこは多分ね、よくできてるんだと思う。芯がなくならない。あ、歪ましても、ね。そう、歪ましても芯がなくならないっていうのはこれね、設計が素晴らしいんじゃないかと。ちなみにセッティングは、これトーンがほぼゼロ。気持ち上げただけ。で、レベルは変わらずで、原因は3時半ぐらいですね。あ、まあまあ歪ました。まだ、まだでも。マックスじゃない。まだいけるんだ。もうちょっといける。歪ませるぜっつってさ、マックスまで上げないよね。でダメなんだよ、マックスって。いや、ダメじゃない。飽和して逆にパンチがなくなるんだよ。そう。あー、なるほどね。だから、ここまでしか入んないのを、ここまでやろうとしても、意味ない。そうそう。逆に。飽和しちゃってなんか引っ込んじゃうんだよ。だからもう全部ね、使ってる感じなんだよ、ジャンさん。もうギリギリの。そうそうそう。なるほどね。それが多分ここなんだよね、彼的にね。まあ、ここ以上行って戻しつつっていう感じ。まああれかな、恋愛と同じなのかな。まあそんな感じで、じゃあ次はね、あの結構意外な使い方だと思います。うん、ブースターとして使ってみたいと、うん。あんまりね、こんだけ、はい、これはなんかやったことないもんね。うん、意外と優秀なんで。この使い方はね、結構ね、知らない人多いんじゃないかなっていう。本当にできるの？できます。うん、できるの？高くないけどできるの？じゃあ関係ないから。大丈夫？もうその顔で食べないでよ。見えないんだから、それ映ってないんだからさ。もう笑かそうとしてるでしょ。じゃあそういうことでね、はい、できるらしいんで、うん、ディストーションをブースターとして使う、はい、ね、ちょっとね、はい、新しい感じです。行っちゃって行っちゃって、ブースター、いいいい、なんかちゃんとブースターとして使ってんの、あのオーバードライブとは違う、そのなんかのバリバリっとした感じが出てくる、ソロとかで組んでいける感じだね、なんかね、そうなんです、まあ、ちなみにセッティングはこんな感じ、トーンが11時ぐらいで、レベルはマックス、ようやくマックス、マックス来たね、まあもともとね結構上がったってのもあって、うん、マックスで、ディストーション、原因はほんのちょっと、 あんま歪ますぎないのがいいね、そうやっぱね、あくまでレベルをここで稼ぐっていう、すごいですね、確かに、うん、このほんのちょっとっていうとこまで行ってるんだよね、多分ジャンさんは、あの初心者とかの方って多分、うん、あ、まあ、ジグゼロってやったら、うん、あ、こんな音かで終わっちゃうんだと思うけど、うん、こっからこういう人たちってちょびってやると、あ、こういうの変わるんだ、うん、じゃあアンプをちょびってやってみようっていうところに行くと、こういうことができるっていうのを知るじゃん、もうちょっとずつのね、そうそうそう、要はあの2個ね、調整できる機械を使ってるってことは、あの化学反応が起きるんですよ、うん、相互作用が起きるので、ね、そこをねちょっといじりながらね、どっちの組み合わせ、うん、例えばこっちでトレブルを出してこっちでトレブルを切る方がいいのか、うん、こっちでトレブルを出しておいてこっちね、エフェクターの方でそもそも切ってしまうのか、うん、やっぱね、それによってね出てくる結果が違う、うん、そうですね、確かにね、そうなんです、うん、なのでね、その辺はあのもう自分の使ってる楽器との相性だったり、いろんなねその要因があって出てくるものなんで、これが正解ってのはないんですけど、いろいろ試してみると面白い発見があると思います。うん、はい。はい。空気読まんでくださいよ。ね、定番機種ですね、うん。ボスの定番機種。ブルースドライバーと、はい、ディストーションね、うん。DS1。この2機種を、そうですね。使い倒してやろうということで。うん、2回にわたりやりました。はい、使い倒しました。いやー、やっぱね、うん、ちゃんと使えるものですね。やっぱ名機というかね、その定番とされてるもの。使いやすいもんだって。あね、うん、まあ、知識もあるよね。ジャンさんの知識っていうか。やっぱこう根本にね、やっぱあるもので、ちゃんと使いこなせてる。だって、うん、まあこれは俺のだけど、これも持ってたから昔。今持ってないけど。しっかり持ってた。
使ってた、ね。10代の頃に使ってたから、普通に。うん、10代、うん、歴史が長いですね、この辺の。そう、持ってた。イエソンは持ってました。またこれもね、あの、マニアックな話なんですけど、日本製のやつと台湾製のやつって音違うんですよ。うん、ちょっと気持ち悪くなってきたよ、うん、ここでちゃんと今同調してたから。今の同調は、いや、あ、もういいよいいよ、うん、知ってる知ってる同調だから。いや、気持ち悪いね。そうね、だから逆にもっとこういうのでちゃんと音作れると結構あのね、高いエフェクターもそうですし、その他のね、定番的言われてるようなエフェクターね、そういうの使ってもね、あの、ツボがわかるというか、うん、うん、だから触ってみるのは非常にいいと思います。なるほど、うん、ね、これをボスでしょってバカにしてたやつからすると、うん、バカやろって話ですね、うん、まずこれを使いこなせと、うん、こんだけ出せんだと、うん、出せま す, です、ね、はい、はい、ありがとうございました。はい、もうやっぱ金だけじゃなかったんですね。経験です。そうですね、よかった。いつも二言目にはね、いい音は金で買えるんやっつってね、買えますけど ね, ね, ね。まあ何やろっつって、何が違うかって言われると何でしょうね、試行錯誤しなくてもまあいい音もちろん高いエフェクターで、まあそれはなぜならっていうと、メーカーの人が試行錯誤してくれてるから。なるほどね。はい。なので、繋いで適当にセッティングしてもいい音が出るのは当然なんですよ。あれこれやってくれてるんです、すでに。それに乗っかって、さらにいい音を出すかっていうところですね。でもこういうところで知ってないとね。そう、でも知ってないと使いこなせない。うん、そうですね、確かにね、うん。それは確実に言えてると思います。なるほど。はい。お味噌でシェアした。いいえ。ありがとうございました。よっしゃ。まあそんな感じで、はい、はい。今後もね、こんな感じでちょっとね、何かの参考にしていただければと思いますのでね、うん、機材、音楽、バンド、ね、その辺にまつわる動画を続けてアップしていきたいと思っております。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。以上、ボーカル、ギターのカジでした。バイバイ。ちょっと今食い気味だったからね、もう、ね。締められちゃったから。でしたって言われちゃったらもう何も言えないね。さよなら。